4月営業終了。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。4月30日土曜日。はい、というわけでね、4月、なんとか、無事にね営業を終えることができましたので、先にね、結果発表だけしていきたいと思います。前年2021年対比 105.4%、 前年対比 105.4%、 2020年対比 143.6%、 2020年対比 143.6%、 コロナ以前の2019年対比 87.1%、 2019年対比 87.1% でした。ということで、なんとかね、前年アップね、勝ち取りました。はい、皆様ね、本当にありがとうございました。まあ、中身ね、分析していきますと、まあ、2020年はね、コロナ、第1波直撃してた時なので、昼夜合わせてもね、最悪なね、最悪なというか、もうやばい売り上げでしたけれども、去年はね、もう昼も夜もやって、こんな感じでしたという感じですね。まあ、今年も、昼やってますけれどもね、まあ、去年に比べたらね、まあ、はるかに、個数は減ってますので、まあ、昼の、ね、割合は下がって、夜、ね、の売り上げでなんとかカバーできたかなという感じですね。まあ、これも最後ね、後半ゴールデンウィーク前ぐらいね、27日からの追い込みでアベレージ上げてきたっちゅう話ですよね。だから去年はゴールデンウィークなかったんで、まあ、なかったっちゅうか、コロナ禍のゴールデンウィークとかいうことで自粛モードやったんですけれども、今年はね何もなかったので、まあその分が、加算されたという感じでしたね。まあ、ただね、2019年のね、87.1% を見るとですね、本当にね、なんかちょっともう悔しいというかね、昼も夜もやってね、この2019年度に勝てないっていうのはね、本当に、悔しいなと。でさらにね、4月から、まあ、値上げもねさせていただいて、その2019年度をね、超えてないっていうのはね、本当はダメなんですけどね、まあ厳しいなという感じですね。まあ、2019年度は夜だけで、まあ、この売り上げを作ってたわけなので、まあ、2019年の、8月まではね、すごくなんか景気いいなというかね、調子いいなという、過去ね、最高の流れだったわけなんですけれども、まあ、2019年10月から、消費増税ね 10%、になりまして、そこから一気にねスコーンと、景気のね腰を折られたという形でだったので、まあ、あのままね消費増税もなくやってたらね、日本経済どうなってたのかなっていうのをね、まあ、改めてこの数字を見てね、はぁっていう感じですよね。なんで、ね、消費増税したのかなっていうね。はい、その消費増税の、腰折れがね、治る前にというかね、全然復活せずそのまま、コロナ禍突入しましたので、まあ二重苦ですよね、日本の場合は。なので、まあこの数字ってなかなかね、超えられないんかなという感じですよね。でさらにまた、まあ、社会保険料等ね、まああとまだ参院選終わったら消費税上げるんじゃないかとかね、まあ、いろいろ言われてますけれども、次上げたら本当にどうすんのっていう感じになっちゃうと思いますと。はい、でまあ4月ね振り返りましても、ずっとねもう本当ね絶望の日々。まあ数字はね、数字上は一応売上は前年アップを勝ち取れてね、ありがたかったんですけれども、中身を見るとですね、まあ、全然あの平日は、まだ全然、ね暇な日も多かって、まあ、このねボラティリティがすごく高い1ヶ月だったのと、まあね、あと物価高がねずっと来てて、もう本当に、毎月毎月ね、どんどん上がっていくのと、それプラスとうとうね、あの水道光熱費の方に、まあ、電気とガスですよね、まあ、言ってみたらが今からドカンと
来るということなので、で、7月8月、まあ、6月ぐらいから、まあ、早かったら5月からもつけるかもしれませんけれども、エアコンをね使い出した時のそのね電気料金が、まあ、確実に多分2割増し、今のところでも2割増しぐらいだと思うんで、でまた値上げがあるって言ってたので、まあ 1.5 倍になったとしてもですね、かなり厳しいですよね。まあ10万やったらね15万ですよね。5万上がったらえらいことになりますからね、どうするっていう感じですよね。まあ、だからもうそれを考えてたら少々値上げ、まあ一応4月ね値上げさせていただいたんですけれども、それでもあんま吸収、多分まだねあの4月締めで全部数字出てないんでねあれですけれども、これでねまだ電気料金とか上がってない時に、まあ上がってるんですけどちょこっとで、本格的に上がる前で吸収できてなかったとしたら、もうね利益ぶっ飛んじゃうわけですからね。まああと売上の方がその値上げをしているのにもかかわらず、まあ前年はアップできたけど、そのね、昼もやってない時の19年度を超えられてないっていうのがね本当にやばいなっていうね、感じですよね。経費ね、経費は上がってるのに原材料費ね、かかる金はね上がってんのに、売上上がってなかったらね吸収できてないわけなんでね、参ったなという感じですよね。まあそういうのをずっとね悶々と考えてたらですね、かなりね鬱屈とした、ね、日々を過ごす結果になりましてね、なかなかね厳しい1ヶ月だったなと、まあ、数字上はねあの目標、まあ、前年アップはクリアできたけれども、中身としてはまあなんかもう日々絶望しかねえなっていう感じですよね。もう半分積んでる感じすらしますからね。まあなんとかその、その場しのぎでねやってますけれども、まあね、あの長期で見たら、ああ、積んでるわっていうね、感じですよね。で、まあ、田舎でね、お金使える人って言ったら、まあ、まあ、大手企業にお勤めの方か、まあ、公務員の方だけですので、まあ、その方たちのね、あのお給料が上がってるかって言ったら、そこまで上がってないわけなので、むしろ公務員の方は下がってるし、だとしたらですね、お金はね、使える人がいないわけなんですよね。でなおかつご家庭のね、あのかかる経費もね上がってくるわけなので、なかなかこうやってね居酒屋の方にね使うお金っていうのもだんだん減ってくるでしょうから、お金がなかったらもう使わないっていうね形になっちゃいますので、なかなかね田舎のね本当に個人店はね大変だな。まあ大手も大変だと思いますけどね、大箱なんかもうちょっと無理かなと思いますけれども、まあ個人は個人でねなかなかちょっと先がね暗すぎるなっていうのをね本当に、考えさせられたというかね、もうなんかね予知じゃないですけどね、未来の姿がね見えるなっていう感じな1ヶ月でしたね。はい、というわけでね、まあちょっとね本当に利幅がね、どん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 少なくなる、縮まる、だけでなくね、今後の水道ね光熱費、まあ主にガス電気でとどめを刺される可能性大だなと。飲食業ね、まあまあ他の業種でもそうですけど、まあ特に飲食業は、まあ、水道とね、水道光熱費が結構ね、まあ、ガスも水道、まあ、ガスも電気もね、水道も使いますから、まあ、そちらの方のね、コスト負担が結構来るわけなんですけれども、それが一気にドーンと上がると、まあ、飲食店のね、利益率なんか 10%、20% って言われておりますけれども、そんな利益なんかね、ぶっ飛ぶぞというぐらいの、そっちで取られるんじゃないかなと。思うんですよね。なので働けどのね石川啄木ね、先生の世界になっちゃうなと思いながらねやってた1ヶ月でしたという感じでね。さあじゃあこれからね、まあ、さらに、値上げができるかって言ったらねなかなか厳しい
感じになってきてますので、今でもね、今4月の値段ね、まあ、20円ぐらい上げたんですけど、全体的にね、まあ、それでも高えなとね感じる、飲食店経営者ですけれども、こっから上げて成立するんかなと思いながらね、まあ、上げんには上げんで、まあ、潰れるだけだし、利幅がねなくなって、やっていけなくなるし、ね、上げたら上げたでねお客様が来なくなるだろうしみたいなね、この需要不足ね、まあ、特に田舎の需要不足、まあ、さらに人口減とかね、まあ、そんな感じでなかなか厳しいなと思いながらも、まあね、地域密着でね、なんとか生きていくしかないなと、まあ、個人的にはね、観光とかね、まあ、IR とかね、まあ、下関で言ったら下関ボート様がかなり、下関市のためにね、稼いで貢献してくださっておりますけれども、じゃあ観光とね、その、まあ、いわゆるギャンブルに依存したね国が栄えた試しはないので、やっぱりね、地場産業ねで時間かかってもね作って、まあ、それで城下町を築いてみたいな感じじゃないですけどね、昔の、まあ、京都の松下とかじゃないですけれどもね、まあ、山口行ったら宇部興産の辺かなが、一社あればね、その町の人が食えるぞくらいなね、そんな企業がね出てこないとなかなか厳しいんじゃないかなと。企業誘致って言ってもね、企業誘致で、よそからね、こっち税金安いですよ来てくださいよ、じゃあ、まあね、ゼロサムゲームでね、パイの取り合いで国内でパイの取り合いしてもしょうがないので、国内のね GDP は伸びないわけない、こっちからこっちに移動しただけなんでね、全く成長してないので、それじゃ意味ないので、新しい、ね、あの企業、産業を新たに、まあ、下関からね作らない限りは結局は自利品だと思いますので、まあね、観光とかね、まあ、ギャンブルとか、レジャーとか言うけれども、やっぱ産業がないと厳しいなというのが、まあ、私の、感想ですという感じですね。はい、で今日ですね、今日もゴールデンウィークなんでね、お弁当休みでしたと。で夜がですね、地元のねご近所の、方々のね、まあ、同窓会じゃないですけどね、まあ、それでご予約いただいてて、ガチでやってくださったんですけれども、ほぼそれだけでしたね。であと途中ねもう絶望してたら、地元のね企業の、方々がね、ゴルフかなんかの帰りかなで、ご来店くださってですね、ガッツリやってくださって、ゴールデンウィークなんでね外需を期待してたんですけども、まさかのね外需ゼロ、全部内需だけでしたね。地元の関係者の、ご来店で終了ということでね、結構ねびっくりしましたとともに、ガクってきましたよね、さすがにね。まあゴールデンウィークはね、外需でちょっと稼ぎたいなとね思ってたので、外需なしかと、まさかの内需 100% やったぞと思いながらね、まあ、その同窓会だったので、県外から、ね、帰ってきた方もいらっしゃいますけども、ほぼ地元の出身の方々なんで、まあ、ほぼというか全員地元の、ね、近くの、中学校出身の、ね、方々だったので、まあ、内需ですよね、言ってみたら外需ゼロっていうのはちょっとね本当おーってなりましたからね、驚きでした。はい、というわけでね、ちょっと業者関係がねストップするんで、まとめてね、発注かけてたんですけどね、あ、これ余るなっていうちょっとね、もしかしたら攻めちゃダメなパターンやったと思いながらね、ちょっと久しぶりのね、ゴールデンウィーク、帰省なしのゴールデンウィークだから行っちゃうかなっていう感じだったんですけどね、ちょっと読みが甘かったなと、ってなってますまあこの不安がね、気流で終わるようにね、5月の3、4、5、なんとか炸裂してほしいなと思っております。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。1日はね日曜日ですけど営業しますのでよろしくお願いいたします。はい、終わります。